どうも、この丸です。キータロです。今日は A オーディションザハウリングの事前グローバル投票の速報結果が公開されたので、そちらの話をしていきます。うちらはね、ちょっと収録しててさ、この発表するとき、発表されるとき、うん、そもそも遅くない？発表夜すぎ1時半とかに発表されたからね、まあ、うちらも収録遅ないっていう話なんだけどさいや、まあそうね、そもそもね、まあそんな深夜にさ、公開されたわけだけど、なんか速報ってすごいざわつくよね。いや、なんかさ、我々さ、もともと48オタク出身だから、うん、まあ、割とさ、投票には馴染みがあるじゃん、なんか、総選挙とか。で、まあ、プリとかもさ、まあ、ファン投票のさ、オーディションだったけど、やっぱこの速報ってさ、やっぱりね、こっから全て動き出すみたいなね。そう。やっぱ速報の、なんかファンダムによって動き違うじゃん。まあ、そのなんか AKB のやつで考えてんだけどさ、なんか速報はそこまで頑張んないけど、なんか、後半でめちゃくちゃ巻き返すみたいなのもあったりするけど、でも、よくよく考えればあれか、1日1票だから、まあ、巻き返すっていう要素はもしかしたらあれなんかな、少ないというか、ね、オタクが詰めるわけじゃないじゃん。そうだね、確かにそうだそうだ。まあ、一応さ、速報結果の集計期間は20日と21日の2日間だから、ちょっと短めのやつでさ、こう公開してるから、まあ、変動はね、もちろんあると思うんだけど、でもなんかさ、投票結果のところに票数も載ってたりして、結構ね、面白いというか、まあ、興味深かったから、じゃあ早速ね、1位の方から、上の方から見ていこうか。ピヨ、1位がね、ガクくんということで、おめでとうございます。やった。キータロさんがね、キータロさんがガク君にね、投票してたから。そう、毎日ガク君に投票してるんだよね。そう、だから本当にこれ発表された後、なんか飛び跳ねてて、すごいやったーとか言ってたよそう、嬉しかった。なんかそう純粋に嬉しい。そう、なんかあと投票系のオーディションすごい久々って思ったよね。そう、それもあって、なんかやっぱ参加するとさ、一気になんかさ、気持ち入るよね。うん、わかる。なんか A オーディションさ、なんか残酷だけど、みんなの負担でかいけど、投票ちょっと、もうちょっと前から始めてもよかったんじゃないって うっすら思ったよね。そう思った。なんかさ、やっぱなんかさ、ちょっと平和、まあそれもよかったんだけど、ちょっと平和だったじゃん、ずっと。だから確かにやっぱ盛り上がるって要素で、やっぱ投票って大きいよね。大きい、大きい、本当に。で、まあ、そんな中ね、まあ、ガクくん43,917票か。で、2位がジョーくんでさ、42,000で、この2人が本当2トップって感じなんだね。ああ、そうだね。この2人、すごい団子っていうか近いね。確かに、その、本編通して見てても、すごい目立ってるし、見せ場も結構あったりしたイメージだから、でしかも成長過程なんか見てるみたいな感じになるじゃん、ジョーくんって。まあ、確かに確かに、そうだね、見守る案件だよね、ジョー君は。ちょっと、そうそうそう。でガク君はもともとスキルあるし、でもなんか、なんだろうな、その成長というところももちろんあるけど、なんかガク君の本来の良さをどんどん見せてくるみたいなさ、感じのタイプ。そうだね。それでいて、なんかちょっとさ、人間らしいキャラクターもいっぱい見えてきたじゃん。例えばなんかモッパンじゃないけど、あの3人で食事しててチームで、で可愛いとこ見せてくれたりとか、BTS さんが出てきてさ、すごい泣いたりとか、なんかすごいガックのね、いろんな表情見れていいよね。確かに、なんかいい子だなってなっとるもんね、みんなね。そう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 。でそれでいて、まあ、でも肝心なのはガックはやっぱパフォーマンスめっちゃいいからさ。そうそう、なんね、好きだよね、パフォーマンスね、めっちゃ好き。いや、いいね。だからまず、まあ1位、ってか正直、まあ、正直ね、ここの上位層は割と硬いかなって思ってる私。確かに確かに、そうだね。なんか正直な話、僕、ジョー君とハルア君が硬いからガク君を、なんかサポートしたいみたいな気持ちもちょっとあったんよ。だから本当この3人がガッと上に来てるから、そう、面白いよね。いや、面白い。ガク君のファンは熱そう、なんか。そう。わかる。なんかね、ちょっとさ、ウィバースのサイトとかでさ、なんかファンの投稿とか見れるじゃん。だから、そしたら、ボート・フォー・ガクみたいな、外国の方の、なんかグローバルな熱い感じがなんかいっぱいあって。やっぱりさ、最後の方になったらさ、コーヒースタンドが出てきたりさ、なんていうの、なんか投票してくれたら、
投票してくれたらなんか LG のなんかパソコン当たったりなんか旅行当たったりするやつ、それそれプエクの投票合戦のやつや。まあさすがにそれはないとしても、でも結構熱い感じはするよね。うん、なんかねちょっとねじんわり感じてたのがここの表に表を見て、あやっぱそうだったんだってなんかね確信になったよね。まあでもね、でも今さ私ちょうどこのここ上位層熱いと思って言ったけど、でもやっぱ一番恐ろしいのが、うん、じゃあ大丈夫だから違う子に行こうってなるパターンもあるからさ、票が流れるパターン。ああ、もうそれ総選挙あるあるね。なんかすごい熱いファンもいるけど、というよりは割と万人受けするタイプの人気な子ってそういう流れがちだよね、うん、そういう時になった時なんか、ああ大丈夫かなってなったら、うん、違う子に投票してそっちサポートしちゃうみたいな。わかる、みんな好きだと安心材料になっちゃうよねちょっとね。うん、だからそれが一番なんか、うん、まあ、心配事というか、まあ、推しメンだった場合危ないから気をつけた方がいいよって思っちゃうよね、ついね。わかるわかるわかる、どれだけワンピックとか一押しを抱えてるかだよね。うん、うん、でもガク君はその感じだったら強そうだし、ジョー君もその感じするんよね。わ、うん、かる、そうだね。ハルア君がどんな感じか私まだわかんないんだけど、そのファンがね、ハルア君のファンが。わかる、なんかさこんなこと言ったらあれだけど、ハルア君さもうワントップだと思ってたから最初。わかるわかる、うん、なんか AO で通してさ結構最初の 1,2,3,4 話ぐらいはさもうハラー君絶対だなみたいな、絶対1位だなみたいな、うんうん、でも投票制ではなかったけどやっぱ一番人気だと思ってたから、意外とさここへ来て3位だったから、もしかしたらそういう不動票みたいなのがね怖い要素ではあるよねちょっとね。うん、でも逆にさちょっと、もしかしたらちょっと安心だと思ってた人が危機感持ってやっぱハラーみたいななるかもしれない、他の子をサポートしてた人たちがやっぱハルアだなみたいなのもあるいるし、うんうん、確かに、うんうん、まあ、てかそうだよね、だってさ5位までがデビューだから、なんだろう、その投票で全部が決まるわけではないけど、確かにそのポイント制だとしたら本当に上位であればあるほどいいってことだもんね。うん、いやそうだね、うわーそっか、そしたらやっぱり上位に越したことないよね。うん、いやそうだね、もう最大10ポイントとはいえ、うん、やっぱりね蓄積累計だからね、やっぱりいろんな評価の、あそうだね、なんかさ1点差とかでさ脱落とデビューってなる場合もあるでしょ、うわえぐいけどありえるじゃん。いや全然ありえるね。ね、うわ、うん、そうなったらすごい悔しいだろうから絶対ね一つでも上位のってなるね。うん、そう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 、うわ。で風磨くんが、まあ、2万2000だけど、まあ、2位と3位も若干票差あるなと思うけど、3位というのも割と票差あるからさ、うんうんうん、なんかもしこう変動があるとしたら結構ありえそうだなって思うのは割と4位以下のところで入れ替わりっていうのが激しめなんじゃないかなって思っちゃう。うん、確かにこの票差だとそうだね。だから風磨くんのファンなんか強そうだけど、私のイメージだとなんかだから多分風磨くんのファンってなんか人柄もめっちゃ好きじゃん、風磨くんの。うん、確かに確かに、そうだからなんか熱狂的なイメージあるんだけど、下がらなそうではあるけども、なんか心配にはなってくるよね、そこまで変わらないってなったら。ちょっとねどうなるかわからんから、ちょっとやきもきしちゃう部分であるよね。ね、じゃあ次ね、こちらです。ぴょで5位から11位一気にパッと出してみたんだけど、まあでもやっぱり比較的票差がやっぱりそのさっきまではさ1万ぐらい離れてるみたいな感じだったけど、1万以上離れてるって感じだったけど、うん、ここのやっぱ順位になってくるともう本当2000とかなんかそれぐらいの票差になってくるもんね。そうだね、だから4位の風磨くんと5位の光くんでももう3000とかだから、うん、もう分かんない世界になってくるね。で2日間でこれか、そうだね、まあ、だから長い期間であればあるほどもう変わってきそうだね。結構ファイナルまであるもんね。うわーうわー、なんで公開した、盛り上げる気やね。うん、いやそうだよ、これはもう何としてでも追い上げ、最後の最後でなんか帳尻合わせてくるみたいな。ついにエムネット手法を取り入れたんだね。入れてきた、もう平和だけじゃあかんってなって。まあなんかそうだね、だからさそういうさそのウィバースのみんなのさボートフォーなんとかもういっぱい見たけど、ツイッターでもめっちゃ見るんよね、うん、本当に。ああ見る見る見る、
なんか増えてきたな、その応援要素のツイート増えてきたなって思ったから、そのさ、そういうの苦手な方はあれだと思うけど、まんまとこう盛り上がってるなっていう感じがするよね。そうだね。だってなんか僕そのさ、そのガク君に投票した時、まあ、ちょっとツイートしたんよ、うん、で別にボートフォーガクのハッシュタグつけてない、普通にエンオーディションってハッシュタグつけたんだけど、普通に外国の方からいいね来たからね、うん、なんかガクって名前入ってる方にやっぱりお互いね支援し合っとるんやね。そうだから、そうやっぱ熱いんだと思うみんな。あとはあれだね、なんかさ、その韓国人の方とかがやっぱちょっと低いから、うん、ね、そこがねグローバルってなった時にやっぱ視聴者が日本人ばっかりだから、どうしてもさこうなっちゃうよね。なんかプルも結局本国プルだってね、やっぱ韓国人が上の方に来たりって全然あるじゃん、うん、だからグローバルって言ってるとはいえ、まだ視聴者がそもそも日本人だなみたいな、改めてね。確かに投票結果でやっぱこうやって分かるよね。でもさ、キータロさん割とさ、そのジュノン君結構いいって言ってたから、そう、私もね、なんかジュノン君なんか表情とかもさ可愛いしさ、ニコニコしてる感じあるから、分かる分かるね、いいよね。そうだね。だからこのプラスでデビューする5人がさ、まあね、今のままさ上位5名でいくとさ、もう全員日本人になるから、うん、うん、だからジュノン君とかね、やっぱグローバル的にねどうなるか見ものだね。あとさ、あの前回も言ったけど、結局これで決まるわけじゃないから、あの視聴者投票でこっちの方が上だけど、うん、最終結果、まあ例えばあの審査員票とかで投票で割と下の方の順位の人が、まあ、すごい上の方、評価がステージが良くて評価が上になって、そっちデビュー、うん、で結構人気なメンバーが脱落っていう感じになった時にめっちゃ荒れそうっていうね。いやー、それもう荒れしかしないね、もう。そう、てかもうどんな結果になっても多分荒れるから本当に。そうだね、そうだね。なんか推しがデビューしたとしても、なんか結構さ、このエンオーデってさ、みんないいってなってるじゃん、みんな。そうだね、割と平和なことが逆に、まあ、そういう意味ではプラスっていうかね、みんな好きみたいな感じではあるもんね。そう、でも最終的に結局上位デビューではなく9人だったから、絶対誰か落ちるから、え、無理ってなりそう。そもそも15人でいいじゃんの声もありそうだし、なんでこっちがっていう声もどうしても多分出てくるしみたいな。そうだね、もう全員が納得するのは絶対無理だからね。うん、まあちょっとでも荒れないと言ったところで言えば、その投票結果とプロデューサーの評価が、まあ、大体同じぐらいだといいなみたいな。うん、それはめっちゃわかるね。あ、どうなるんかね、ここから2日間からでまた変わって変わるんかな、うん、まあ、上位が変わったらすごいびっくりするだろうね、みんなね。その多分本番前に公開するんかな、もしかしたら事前投票の結果。そっか、事前投票はでもやりそう。それ M ネだったら絶対やるじゃんねM ネだったら絶対やるそう、だから事前グローバル投票と最終グローバル投票があるけど、事前の結果がこちらです。で、で本番のさ、その放送時間内にさ最終グローバル投票があるから、わあどうなるんだろう。まあ発表した方が盛り上がるよね。でもさ、本当推しがあれデビューしなそうだなってなった時の絶望感やばいから、マジでそうだよ、意気消沈するから、粉村さん生放送中にキーダルさん好きな話だからそれアイス食べるから粉丸さんすごい好きだからその話、キーダルさんはそうずっと言うから。うーん、でもまあ、もし何かどういう感じでさ、その事前投票のやつ言うか分からんけど、もしそのステージ披露前とかだったらちょっとエグいなって思っちゃうよね、みんなが見てる感じでね、そのメンバーが。ああ、そうだね、ね、何かパフォーマンスに影響出そうじゃん、うん、確かに確かに。本人たちはもう考え、そういうのを考えなしにやってほしいよね、ステージは。うん、まあ日プはそういうの見せない状態でやってたみたいな感じだったもんね。うんうん、そうだね、それはすごいまだ配慮あるなと思ったけど。で見たらさ、逆にもう視聴者側はもうステージ気が気じゃないから、もう何も頭に入らないよねだからそしたらこの丸さみたいにあれみたいになるんよそう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 、記憶ないってなるからで今回は事前グローバル投票の速報結果について話してたけど、なんかさ、こんなこと言ったらあれだけど、やっぱり投票は個人的には、いや、ってかキータロさんもだな、面白いよね、うん、いや面白い、これはもうしょうがないよ、あれそうだけど、やっぱこう自分でこう参加するっていうのはすごい大切なんだなって、なんか改めて思ったわ。うん、そうそうそう、やっぱり人って参加したいから。うん、それでいてさ、しかもこうやってさ、円王で7話までか今見てきたけど、なんかどういうさ、どういう人気なんかな、ファンはどこが熱いんかなってさ、あんまりさ感じることできなかったじゃん今まで。うんうん、うん、やっぱこれ可視化してないから、うん、でもこうやって分かることによってね、面白みも増したっていうか。まあそうだね、そうだそうだ、うん、うん、なるほどなって感じだよね本当に結果。
いやほんとほんとそう。投票的にさちょっと悔しいっていう人 もちろんね、その推してる方ね、うん、推し面が割と下の方にいるってなったらもうめちゃ意気消沈で悲しいと思うけど、投票ってほんとそういうの残酷だよねマジで。ねえちょっとね、まあね複雑な思いの方もいるし、まあでも誰もさまだ安心できないから、9月2日まであるから。そうだね、そっか、ガク君ですらなんならあれか、私は硬いって言っちゃったけど、そんなことないか、うん、全然もしかしたら覆るかもしれない、やめてほしいねそれはそれで、そうだからね、誰も安心できないから、うんうんうん、全然ひっくり返るのさ、我々も AKB の総選挙でいろいろ見てきたから。だからそうだね、うんうん、だからね、もうみんなやっぱもう危機感を持ってもう推しに入れるのみって感じだよね。私はあなたを愛すのみみたいな感じだったね今のそれ江崎あゆみさんだから江口あゆみさんだっけ、どっち、江口あゆみさん、江口あゆみさんです。あとはあの AO でのなんかファンサファンイベントが、ね、行われてたり配信もあったりして、すごいね、うん、ホクホクしてる中こういう投票の結果出てきたから、なんかいろんな気持ちになってるのかなっていうの思ったかなとはね。確かにファンミすごい面白そうだったもんね。うん、まあでもね、もうすぐでいよいよファイナルだから、まあ、だからさ、次の AO オーディションの新しい情報が楽しみだよね。そうだね。